マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。リンゴ酢はダイエットにいいって聞くけど、一体どうやって飲めばいいのって思いませんか？せっかくリンゴ酢ダイエットをするなら効果を出したいですよね。私も無駄な努力はしたくないので、その気持ちがよくわかります。そこでこの動画ではリンゴ酢ダイエットの効果を何倍にも上げる方法がわかるんです。もしあなたがリンゴ酢ダイエット始めたいなと思っていらっしゃるようであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。最強のリンゴ酢ダイエットについてお話ししていきます。動画の流れはこちらです。1、リンゴ酢のダイエット効果。2、リンゴ酢ダイエット簡単レシピです。では1つ目のリンゴ酢のダイエット効果についてなんですが、すごいんです。リンゴ酢は脂肪燃焼を促進、脂肪を燃やしてくれたり、その結果基礎代謝がアップして脂肪がつきにくくなります。また太るもと、血糖値の急上昇を抑えてくれることで脂肪を溜め込みにくくしてくれる作用もあるんですよね。でまたお酢といえば、いろいろありますよね。その中でもダイエット目的でしたらやっぱりこのリンゴ酢がね、一番なんです。私もこちら自宅からね持ってきたんですけども、このねリンゴ酢の選び方にもポイントがありますから、後からねお伝えしたいと思いますが、太るリンゴ酢と痩せるリンゴ酢がありますので、選ぶ時からね注意していただきたいなと思います。ちょっと続きですけれども、このリンゴ酢を取ることで満腹感も得やすい、結果食欲を抑える効果もありますし、むくみ改善効果もあるんですよ。はい、そしてリンゴ酢選ぶワンポイントアドバイスです。ポイントはリンゴ果汁 100% のみでできているリンゴ酢選んでください。こういったこう純リンゴ酢というものですよね。一切添加物が入っていないもの、そしてできれば有機栽培やオーガニックのものがベストです。ちなみにこちらはですね、ミツカンさんから出ている、純リンゴ酢なんですけれども、この裏の原材料名を見てみると、リンゴ果汁国内製造、もうこれだけなんですね。なので、ブランドにこだわらず、原材料がリンゴ果汁でできているものを選んでくださいね。はい、では2つ目の項目です。最強に痩せるリンゴ酢ダイエットレシピということで、私がですねこの黄金比率でですね考えたリンゴ酢ドリンクご紹介していきたいと思います。こちらです。最強の、痩せるリンゴ酢ドリンクということで、材料1人分です。まずこちら、超硬水コントレックス、これフランスのねお水です。もう超硬水、飲んだことがある方はご存知の通り、ちょっとね癖があるんですけども、もう慣れです。私も飲んでます。でこれを 500ml を1本に対して、リンゴ酢大さじ2、大さじ2です。そして蜂蜜、これもねできれば国産の無添加の蜂蜜選んでくださいね。これを大さじ1準備してください。で私はですね普段どうしてるかと言いますと、もう私簡単なのが大好きなんですよね。もう洗い物も増やさない、もう簡単にできるってのが大好きなので、私はこのコントレックスのこのペットボトルの中に、このリンゴ酢大さじ2と、ちょっとレンチンして溶かしやすくしたこの蜂蜜大さじ1をもうこのペットボトルにですね入れてしまって、蓋してもこうやって混ぜるんです。でこれいつも持ち歩いてる。でちょっとねやっぱりギリギリまで入っているので、少し一口二口飲んで間を空けてですね私は入れちゃうんですけども、それがねできない方は水筒とかでもいいんですよ。マイボトルでも OK。 もうそれだけ簡単に作っていただいて、常に持ち歩くっていうのがポイントです。そして痩せる飲み方ポイントなんですけども、できれば冷たくしないでくださいなんですよね。もう常温で持ち歩いてください。冷たくねキンキンに冷やしたものを飲んでしまうと、腸の動きがね悪くなってしまって、結果代謝が落ちて太ってしまいますので、できれば常温、もしくはねコップに移してレンチンでホットでもいいんですよ。そして体質改善も含めて、こういったね今お伝えした最強のリンゴ酢ドリンクをせめてですねやっぱり 3,4 ヶ月は毎日こちら1本続けていただくと、これ本当にね効果出ますから、ぜひ楽しみにねしていただきたいなと思うんですね。もう私もこのお水をベースに作ったリンゴ酢ドリンクは、もうお腹がですねもうすぐに動いて、もうすっきり出ます。
これすごいなと思っています。ですから、特に便秘がちな方はですね、この最強に痩せるリンゴ酢ドリンク毎日1本を目安に飲んでみてください。でね、一気に飲まないでくださいね。一気に飲んでも吸収できないからね、コスパが悪いですよ。なのでちょこちょこお口に含んで1日かけて1本飲み切るで十分ですから、ぜひあなたのペースで飲み続けてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回の最強に痩せるポイントはこの香水ですね。便秘によく効くこういったお水プラス痩せるリンゴ酢選ぶことですね。そして毎日続けてみる、最低 3,4 ヶ月ですよということでお伝えしました。もしこのお話が役に立ったと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。